やあみんな、今日はマダラ蝶についてだよ。この可愛いけど危険な生物の知られざる生態を紹介するよ。まずマダラ蝶の見た目は美しいけど毒があるんだって。しかもその見た目はとっても効果的なんだよ。他の生物が近づくのを防ごうとしてるんだ。すごいでしょ。それからマダラ蝶の食事はなんとリュウチュウの毛を食べているんだって。普通の蝶は花の蜜を食べるけど、マダラ蝶はリュウチュウの毛を食べてるんだよ。めちゃくちゃ面白いでしょ。最後にマダラ蝶の越冬の仕方がすごいんだよ。冷たい冬も越せるように樹液を飲んで体を冷やさないようにしているんだって。本当に賢い生物だね。